こんにちは。4月の21日月曜日の日替わり竹部でございます。本日の東京市場でございますが、復活祭、イースターの流れというところで、東京市場のみという言い方をしてもよろしいのかもしれません。海外市場参加者がかなり限定された動きで、マーケット推移しております。本日の朝方、いくつかのですね、複数の報道機関さんからちょっとお尋ね来たんでございますけども、本邦の貿易収支の赤字、これ21ヶ月の連続赤字だったんですが、これが大きな、円売りに、若干、気持ちは影響するんでございますが、これちょっと持続的にはいかないだろうというふうにして申し上げました。そういった意味では、ドル売り円買いを持っていた向きが少し、堅調さに合わせて、ポジションを買い直したというような動きとなりましたでしょうかね。102円台の大体50銭を中心として、一時は70銭水準まで高値をつけましたが、おおむね102円台の半ばの推移というようなところがドル円相場の動きでございます。で、今回ちょっとこちらの、今日は紙芝居一つだけでございますけれども、ちょっとこちらのご確認していただければと思います。先週の金曜日の時点で、どういった動きなのかというところでございますが、主要通貨ペア、これ前日終わり値比、木曜日の終わり値比と金曜日の終わり値比比べたところでございますが、上がっても下がってもおおむね、0.1% から 0.12%、プラスマイナスですね、大きな動きにはならなかったよというところでございます。そして今申し上げました我らがドル円相場でございますが、こちらでございます。102円台の43銭水準で先週末終わり値となりましたが、高値が102円の70銭水準ぐらいで、本日は東京市場をほぼ終了したというところでございます。で、今夜のニューヨーク市場、こちらの方は通常通りとなっておりますが、やはり市場参加者は限定的なのかなというふうにして見ております。さて、今回の日替わり竹部でございますけれども、ちょっと久方ぶりに、このフィボナッチリトレースメントの、竹部コンパスをちょっと使わせていただいて、誰も語らない春のドル円加減と。で、改めてでございますが、これはまず先ほどのフィボナッチリトレースメントのところで見た限りでございますが、101円の31銭5厘、1-315という言い方になりますでしょうかね。31銭5厘というのは久方ぶりに聞いたというふうにして、言われてしまうかもしれませんが、厳密なそういう言い方でございます。 1-315 からのどの程度まで戻していくのかというのが今後のポイントになるというふうにして見ております。これはあくまでもフィボナッチリトレースメントです。4月4日の高値からの 38.2% 戻し、半値戻し50、そして 61.8% 戻しというのがそれぞれポイントになるのかなというふうに考えたんですが、ちょっとこれをですね、日足の一目均衡表と合わせて見ていただくと、雲の中にありますそれぞれのポイントと、あまり相違ないのかなというふうにして見ております。基準線の74、これの水準、半値戻しの水準、そして103円の08というのが大体、一目の雲の上限になりますでしょうかね。この水準を抜けていけば104円の18銭、こういった水準まで上抜けていく可能性があるというふうにして見ておりますが、さて今回誰も語らない春のドル円加減というところで、ちょっと改めてですね、一歩引いて俯瞰的にご確認していただければと思いますが、3月以降やはり101円の、当たり前といえば当たり前だというふうにしてお叱り受けるかもしれませんが、チャートで見る限りやはり101円の30銭水準、2030水準というのはやはり硬かったんだねというところが改めて、感じられるところでございます。この動きは今後もある程度の加減として想定していいのかなというふうにして見ております。ウィークリーレポートなどでもご案内させていただきましたが、やはりこの水準が下抜けていくと200日移動平均線100円の後半水準、こういったところを脅かす可能性が非常に高い、株安円高の同調性という観点からは、公的機関投資家を通じてのドル買い円売りというのが101円台の前半でまでかなり出動しているというような指摘関数がございますので、やはりこの水準を見る限りにおいては、ドル買い円売り、いわゆるドル買いのドル円の回避率が高まってくる水準になるのかなというふうにして今後も注目して見ております。対して上値でございますけれども、この 61.8% 戻しを超えてどの程度まで104円台まで押し返していくのかどうかで、ちょっと話は戻るかもしれませんが、本日本邦の貿易収支の赤字というので、大きく話題になりましたが、これ仙台原発というふうにしようと東北地方と思われてしまうかもしれませんが、九州電力さんの鹿児島にございます、仙台、発電、原発、これに関して、先週なんですね、18日にもすでに麻生財務大臣から、稼働させてもいいんじゃないかと、そして貿易収支の赤字を、少しでも減らすには
大きな影響を与えるだろうというような形で前向きなご発言を実は先週していたというところを改めて思い起こさせられました。そういった意味ではですね、まあ、この今般貿易収支の赤字というのも、燃料系の赤字そして円安による赤字というような形で言われておりますが、やはりこの円安施策デフレ脱却の施策というのは円安志向は、変えずにですね、こういった政治的な形で貿易収支のマイナス幅を少なくさせていくというような政治的な動きが今後も強まってくるというふうにして、まあ、マーケット注目していたところでございます。本来ちょっと違う観点でありましたけども、そういった発言先週でございましたけども、ちょっと合わせてですね、今日大きな話題になったところで1点改めてご案内させていただきました。さて繰り返しになります。今夜でございますけども、ニューヨーク市場が、まあ、暴れん坊の市場時間帯になるというところでございます。当然市場参加者は少ないというふうにして見ておりますが、通常の休場ではなくて休日ではあるけども市場参加者相応にいるのかな、でも少ないのかなと非常に難しいところだとは思いますが、ドル円相場がですね現在、ちょうど102円台の半ばから後半を伺うような動きになっております。スルスルスルっと上がっていく可能性もあろうかと思います。もちろんスッと下がっていく、まあ、どっちなんだよというふうに叱られるかもしれませんが、要はボラタイルな値動きをする可能性があるということで、十分リスク管理の方はご留意していただいてドル円相場お取り組みいただければと思います。以上、4月の21日月曜日の日替わり竹部でございました。今岡三大証券で3つの FX キャンペーンを実施中。クリック365では口座開設とお取引で漏れなく3000円プレゼントする口座開設キャンペーンと、取引量に応じて最大100万円プレゼントする取引高キャンペーンの2つ、さらに店頭 FX の取引高キャンペーンは最大1000万円プレゼント。期間は6月30日まで。この機会に岡三オンライン証券で FX を始めてみませんか？